補欠カラスです今回は森安監督が日本代表の監督に就任して以降ファンから批判を受けながらも起用し続けてきたお気に入りとも思われる選手たちについて紹介していきます浅野拓磨まずは現在ドイツのボーフムでプレーする浅野拓磨選手ですこれまで森保監督が日本代表の監督を務めてきた中で浅野選手の起用について最も不満が続出していたように思われますがこの2人はサンフレッチェ広島時代からの深い絆で結ばれていたようですまず浅野選手は高校卒業後2013年から森保監督が率いていた 広島に入団しましまた入団後はすぐには結果が出なかったものの森保監督は浅野選手が居残りで練習する姿を評価していたそうですまた浅野選手は2014年1月1日に行われた横浜 F ・マリノスとの天皇杯決勝で森保監督からげを飛ばされたこともありましたがこの試合でルーキーだった浅野選手は0対2で負けている状況で同じく若手の野津田岳人選手とともにチームの中心選手だった佐藤久人選手高萩洋次郎選手との交代で78分からピッチに立ちましたしかし浅野選手は 期待されていたようなフレッシュな動きを見せることができず試合後に森保監督からお前たちは一体誰と代わってピッチに入ったと思っているんだお前たちと代わってベンチに戻ってきたのは久渡と洋次郎うちのエースと10番だ俺は0対2とリードされている状況で2人を交代させ若いお前たちをピッチに入れたこういう時は普通なら2人は監督と握手なんてしないでも2人はお前たちを励ましてピッチに送り出し俺と握手をしてベンチに戻ったお前たちはそういうエースと10番がいるチームでプレーしているその意味の重さがわかるかと厳しい口調で言われましたそして そんな森保監督のもとで苦い経験もしながら成長していったその選手は2016年7月に海外挑戦を果たしましたがその後森保監督が2017年7月に成績不振で広島の監督を解任された時には僕がプロの世界に入り初めての監督がポイチさんポイチさんにはたくさんのことを学ばせていただきましたポイチさんのもとでやってこれたからこそ今の僕の力になっていることがめちゃくちゃあるなと思いますと感謝の気持ちを明かしていましたさらに浅野選手は今は監督と選手という関係ではないですがこれからも僕はもっとも もっと活躍していい姿を見せることが恩返しになると思うのでそうできるようにまた今シーズンも全力でやっていきたいなと思いますポイチさんお疲れ様でしたと森安監督に恩返しするためにも頑張っていきたいという意欲を語っていましたすると森安監督は広島の監督を退任してから約1ヶ月後の2018年7月日本代表の監督に就任し再び浅野選手とタッグを組むようになったのですまず森安監督の就任後初の国際大会となったアジアカップ2019に浅野選手は選出されましたがこの時は怪我で離脱してしま 指定タッグ結成とはなりませんでしたその後浅野選手はヨーロッパの舞台で結果を残せていない時も継続的に代表には呼ばれていて2020年11月に森保監督は浅野選手についてよりゴールに向かい得点にこだわりを持ってプレーしている自分がシュートまで行く貪欲さとアシスト役にも回る部分もあり状況を見てプレーできているツートップトップした両サイドもやる中でプレーの幅を広げていると評価していましたしかし当時セルビアのパルチザンでプレーしていた浅野選手は2021年5月に給与の未払いなどの理由で パルチザンとの契約解除を発表するとチームメートから失望した裏切られたなど浅野選手への批判が飛び交うようになりましたこの情報を聞いた森保監督は「拓まは人を裏切ったりチームを裏切ったりするような人間ではない今までの付き合いではそういうことはありえないと思っている」と浅野選手への強い信頼を強調し無所属となっていた浅野選手を代表に招集しましたもちろん無所属だった浅野選手を代表へ招集したことに対しては日本のサッカーファンからも不満が上がっていましたまた2022年3月24日に行われたカタールワールドカップ アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦した時日本は2対0で勝利し7大会連続のワールドカップ出場を決めましたがこの試合でワントップの位置に入ったのは当時シーズン終盤にもかかわらずドイツのボーフムで公式戦1ゴールしか決めていなかった浅野選手でしたするとこの企業に対して辛口評論家でも知られる田中マルクス・トゥーリオさんは自身の YouTube チャンネルで今回のメンバーも僕かららしたらえっとなるなるぜ浅野なのか非常に分かりづらい本当に考えているのか納得できなない理由がないと浅野 選手の起用に不満を表しししてていましたそしてトゥーリオさんはセンターフォワードであれだけチャンスを作ってもらえば毎日ビールを飲んでいる自分でも今日の浅野よりできていると思うやっぱり結果を出さないと使っちゃいけないと浅野選手がチャンスをなかなか物にできなかったことに対して厳しい言葉を送っていましたこうしてクラブでは結果を出せていないながらも代表に招集され続けた浅野選手ですがカタールワールドカップ直前に膝のけがを負ってしまい公式戦に出場できていない選手を大事なワールドカップに呼ぶことはないだろうと思われていましたしかし浅野選手に全幅の 内容を置く。森保監督はセルティックで絶好調だった。古橋京吾選手。これまでワントップを務めてきた大迫裕也選手をメンバーから外し、明野選手をワールドカップのメンバーに選出したのです。森保監督はワールドカップではトップパフォーマンスでプレーできるという情報を共有して決めていると話していましたが、ファンからはクラブで結果を残していないだけでなく、怪我人の浅野を選ぶのは意味がわからない。さすがにこれは非いきと言われてもしょうがないというように批判の声が集まっていました。それでも森保監督は麻生選手を信じ続け、初戦のドイツ戦。では後半の途中。 ピッチににに送り込むと期待に応えるよう金の勝ち越しゴールを決めて日本代表の勝利に大きく貢献しましたこの活躍には森保監督浅野選手の両者を批判していたファンから謝罪の言葉がネット上にあふれ返っていましたまた浅野選手はワールドカップで森保監督の采配についてこれはただの僕の意見でしかないですけど一人一人の選手をサッカー選手としてもそうですし一人の人間として見てくれているのかなというのはすごく感じているうまい強い速いサッカーのために必要なものは色々ありますけどそれ以上に必要なものがない サッカーは勝てない多分日本のみんなも感じてくれているかなと思うんですけどそこをしっかり見てくれていてなおかつ選手以上にそこを見抜けている選手が気づいていなくても監督が気づいてくれる部分はたくさんあると思うと改めて広島時代から指導を受けていた森保監督の尊敬する部分について語っていましたやはりこの2人の信頼関係はかなり深いものがあると思うので森保監督にとっては欠かせない戦力なのかもしれませんね南野匠続いては日本代表の10番として森保監督のもとで活躍してきた南野拓実選手です南 南野選手は森保監督が日本代表の監督に就任してから代表に定着していて4・2・3・1のトップ下のレギュラーとして森保ジャパンのエースとして活躍しました特にカタールワールドカップ予選ではゴールを量産し圧倒的な存在感を見せていた南野選手ですが2020年1月から移籍したリバプールではなかなか出場機会を得られずにいましたそんな南野選手を森保監督は見捨てることなく試合出場が減っている中であれだけのパフォーマンスを維持できるのは本人の工夫の証その素晴らしさを感じたとクラブで苦しんでいる 中ででも代表では結果を残してていいたた南野選手を称賛していましたしまかしワールドカップイヤーとなった2022年の夏には出場機会を求めてフランスのモナコへ移籍した南野選手でしたがここでも調子を上げることができずに代表のスタメンからも外れてしまい一時はワールドカップのメンバーから漏れるのではないかとも噂されていましたそれでも森保監督はこれまで築いてきた信頼もあって南野選手をワールドカップメンバーに選出し背番号10を与えましたそして本大会ではそこまで出場機会が多くなかったものの南野選手は決勝 トーナメントのクロアチア戦で途中出場すると PK 戦でプレッシャーのかかる1番手に自ら立候補しましたしかしその勇気は実らずに PK を外してしまい結果的に日本はベスト16の壁を越えることができませんでしたこうして悔しい結果に終わったクロアチア戦の翌日南野選手はリバプールへ移籍した当時に森保監督からかけられた言葉を明かしていましたリバプールで試合に出られない時にも代表に呼んでくれている時期があって森保さんと喋った時に言ってくれたけどビッグクラブに挑戦して試合に出られなくなって試合に出られないから 代表にに呼ばれなくななくるとビッグクラブに挑戦でききい選手が出てきてしまう最初から森保監督のことを信頼していたそれでも選手としてその言葉は嬉しかったとのびのびとビッグクラブに挑戦させてくれたことへの感謝を語っていましたまたクロアチア戦の直後バスに乗り込む時に森保監督から声をかけられ「PK を一番に蹴ってくれてありがとうこの大会で大変な役回りになったけど嫌な顔を一つせずチームを支えてくれてありがとう」とねぎらってもらったそうですその言葉に対して南野選手は「半泣きで PK 外してすみませんでした」としか言えなかった一緒 戦っているので恩返しといいうわけけじゃないけど森安監督だかからこそベスト16の壁を一緒に越えたかったっと抑えきれない悔しさを語っていましたこういった選手からの言葉を聞くと森保監督は選手との信頼関係を築くのが上手い監督なんだなって思えるかもしれませんね佐々木翔3人目は浅野選手と同じく広島時代に森保監督と指定関係にあった佐々木翔選手です佐々木選手は2015年にヴァンホーレ甲府から森保監督が指揮を執っていた広島に移籍するとレギュラーではなかったものの1年目から出場機会を ていまし,たしかし2年目の2016年に佐々木選手は開幕からレギュラーをつかんだものの3月に右膝前十字靭帯断裂の大けがを負って長期離脱を経験することになってしまいましたそれでも森保監督が代表監督になった後の2018年に復帰すると広島の守備陣を支える活躍を見せ2018年の9月には代表に初招集されましたその後も森保監督は複数ポジションをこなすことができて自分の戦術を熟知している佐々木選手を代表に呼び続けましたしかし佐々木選手は2019年11月に 2つに行われたベネズエラ戦で左サイドバックとしてスタメン出場しましたが、その日4失点のうち3。失点に絡んでしまいました。それでも、森保監督は翌月に行われた若手主体の e-1。サッカー選手権に佐々木選手を招集すると、ファンからは森保監督の愛人枠若くない佐々木を呼ぶんだったら、もっと若い選手を呼んでほしいと批判の声が集まるようになりました。その後も代表に呼ばれていた佐々木選手はカタールワールドカップのメンバーにこそ選ばれませんでしたが、森保監督のお気に入り選手だったことは間違いないようにも思えます。 ただ佐々木選手は純粋にハイレベルなプレーをさまざまなポジションで見せてくれる選手なのでシンプルに代表入りしてもおかしくないような気もします皆さんは当時の佐々木選手の招集に対してどう思っていましたかどんな意見でもいいのでよかったらコメント欄に書いてみてください柴崎岳。続いては現在もスペインでプレーを続けている柴崎岳選手です森保監督が就任する前のロシアワールドカップでは全4試合に出場し日本代表の中心選手として活躍していた柴崎選手ですが森安監督の就任後も若手主体のチーム作りを目指す中で 中心選手とししてて起用されていましたそして2019年3月に行われたコロンビア戦では代表で初となるゲームキャプテンを務め東京オリンピック世代が中心となって臨んだコパアメリカでもキャプテンを務めるなど森安監督からの信頼が感じられていましたしかし徐々にクラブでの出場機会を失い代表でも存在感が薄れてしまった柴崎選手は2021年10月7日に行われたカタールワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦で自身のパスミスから失点を献上してしまい戦犯として多くのファンから批判を受け それでも柴崎選手は試合の直後に森保監督と話し合いの場を持ったようで森保さんは優しい人なのでいろいろ気を使っていただいて話してくれたいろんなことを話して全ては日本代表のために日本代表がどう進んでいくかに繋がると思うのでその中での会話は非常にポジティブなものだった進む方向チームとしての方向性を確認しながら個人のところに関して思っていることも言ってくれたし逆に僕が感じることも伝えたので有意義な時間だったと森保監督との話した内容を語っていましたその後日本代表がよ のフォーメーションを変更したことで、柴崎選手の出場機会は減ってしまい、クラブでも調子が上がらない日々が続いていました。そんな中、2022年5月に親善試合へ臨む日本代表のメンバーに柴崎選手が選出されると、記者から森保監督に、彼のどこを評価しているのか、最近のパフォーマンスをどのように見ているのか、という質問が投げられました。すると森保監督は、彼は攻守に絡める選手、チームの甲から主、主から甲へとつなげてくれる、いろんな部分、多くの局面で絡んでほしいと期待しています。ワールドカップに出場した経験を持ち、 世界で勝っていく基準を知ってる選手だと思います。プレーを持ってその経験を発揮してほしいです。と回答し、これまでの経験を評価しているようでした。さらに、直近のプレーに関する評価を問われた森安監督は非常に攻守に渡り、代表でも期待しているプレーをしてくれています。怪我などもあり、万全な状態でないことも多かったと思いますが、その痛みを抱えながらも気持ちをしっかり持ち、チームの中で自分がどういう役割を果たしたらいいのか、チームで欠かせないプレーを見せてくれています。と、柴崎選手に期待するポイントを語っていました。それでもカターワールドカップ。 調子を上げることができずメンバー入りは厳しいのではないかとも言われていましたが柴崎選手は原口元気選手や旗手怜央選手を差し置いてワールドカップメンバーに選出されましたこのメンバー選考にはファンからもなんで結果を出していない柴崎が選ばれるのかわからない経験面を考慮するんだったら原口でもよかったんじゃないかといった意見が寄せられていましたそして結果的に森保監督は本大会で一度も柴崎選手を起用することはありませんでしたがその理由について大会終了後彼は試合に出たとしても出られなかったとしてもチームのために戦って てくれるといいうこことととはれれままでででのの活動であっったたたりコミュニケーーションをるる中で見せてくれててくチームのために必要だと思招集しましたと語っていて戦力としてではなく精神的にチームを支えるという役割で招集したことを明かしていました見方によっては一人でも多く戦力になる選手を招集した方がいいのではないかと思うのも無理はないかもしれませんが監督の目線から見ると一人でも多く信頼のおけるベテランがチームにいる方がプラスになるという判断なのかもしれませんね長友優斗次は36歳という年齢でカタールワールドカップを戦い抜いた ブラーボー王子さんこと長友優斗選手です長友選手は前回のロシアワールドカップでもすでにベテラン枠だったため森保監督体制になってからはさすがに左サイドバックのポジションには若手が起用されるのではないかと予想されていましたしかしながらなかなか若手で有望な左サイドバックが出てこなかったことも相まってロシアワールドカップが終わってからも森保監督は長友選手をレギュラーで起用していましたその後2021年8月には長友選手はフランスのマルセイユを退団したものの次に所属するクラブが決まらず無所属状態となりした ありましたが実戦から遠ざかっていた長友選手を代表に招集したことで物議を醸しましたそれでも森保監督は当時のインタビューで長友は現在所属チームがなく彼の活動が一般的には不透明なところがあると思うしコンディションのところは皆さんに分からないこともあると思うただ我々はこれまでも常にスタッフが連絡を取りながら彼の所属先がどう決まっていくかというところも道筋を聞いているし彼のコンディションも把握して招集につなげていると代表に選出した理由を説明していましたししかしその後カカタールワールルワドカップアジア最 最終予選で長友選手の調子はなかなか上がらず批判の声を浴びてしまっていましたが森保監督は信頼し続け最終的にはカタールワールドカップでもスタメンで起用していましたそして大会後そんな森保監督と長友選手はロッカーで抱き合い言葉を交わしていたようですが長友選手はその時の心境についてインタビューで批判されている時も森保さんに信じて使ってもらえたんで森保さんがいたからワールドカップの舞台に立てた自分がいるそこに感謝の思いと森保さんを上に連れて行けなかったその悔しさといろんな感情が溢れてきました森さん にににもももスタッフにも可愛い後輩たちにも本当に感謝の心ででいいっぱいですと、感謝の気持ちとともに、森保監督のためにもっといい結果を残したかったという思いを語っていました監督のたために戦いいいと思っててくれるなんて素晴らしいですね今後も選手に信頼される監督として日本を世界トップレベルに導いてほしいですね今回は森保監督のお気に入りと思われる選手をまとめてみましたが、これまでの日本代表監督で日本サッカー史上に残るほどの神采配を見せた試合については、この動画でまとめているので気が向いたらぜひ見てみてください。というわけで、 僕も皆さんのお気に入りになれるように頑張るので応援してくれる優しい方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さんさようなら。